ほら叫んでるよ、ほらあーんって言ってるよ。おちんちん、おっぱい女性、おちんちんまだ来た。ガチャ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 って言って変えましょう。こんにちは。みんなどうだった？あれ見た？ゼータの俺のやつ、オーバーウォッチ教育動画、オルンチョのやつ見たか？ゲームやれよ。これごまかせるねこれから使っていけるね。ゲームやめよう。これ問題だったらやれように変えよう。ゲームやれよ。確かにやれように聞こえる。やめよう、やれよ。いやあれ編集者天才だろうと思った。やめよう、やれよう。まあそうだな。肌白かった肌白い。なんか俺ジオンの子供だと思われてた。俺なんかサブスクの方で話題になってたけど、俺白すぎてジオンの子供みたいになってた。ここのこの絵面がガチでジオンの子供って言われたこれはジオンの子供って言われた。これジオンのガキ。あのあと俺実は去り際にみんなになんていうの、さようならじゃなくてなんかギョグギョグギョグって言ったらシカッとされたなんていうのこいつやばいみたいな感じの目の合わせなさをされた。別にシカッとじゃないんだけど、なんかあここの人はまずいかもみたいな顔されたんだよね実はそういう裏話がありまして。あでもなんか俺トックンに言われたことがあるな。なんかヤバいやつほど普通の人だと自分のことを認識してるって言ってたな言われたことあるわ俺。なんかそうだ、なんか言ってたな。いや逃げられた。最下位、天才天才天才、俺うまい。サーキットロイヤルで第一も取れない敵、ゲームやれよゲームやれよ。じゃあ やってください。そうやれよ。そうゲームやれよ。ゲームやってください。ぜひゲームやれよ。最近彼氏に紹介されて YouTube 見始めました。彼氏がこんな風になったら嫌ですが、メルトンさん面白くてずっと見ています。頑張ってください。初めてのチャットでチクチクすることを書くな。愛してるよ。もうくっそー。発言気にしないよ。しないよ。普通に嬉しくない？彼氏彼女で布団の中で俺のこと見てんでしょあのイチャイチャしてる空間に僕も混ぜてって感じなんでしょ。最高やん、最高やん。人の恋路邪魔して。てかいいね、自分の好きなものをその好きな人と共有しようとするっていうその行動がいいね。素晴らしいね。人間らしさを感じるよオムニック目線だからそう、今オムニックだから俺オムニック目線ね。あ忘れた、俺タンクじゃなかった。この寝不足の目でもウィドウいけるかな。私の狙いは数では負けてる。あーん、ほら叫んでるよ、ほらあーんって言ってるよ。ねえ俺これこうじゃなくてよくなかった？マジで俺このキャラで来る意味なくなかった？お仕事できた。ちょっと走んないで。オッケー、監査、戦場カメラマンした。オッケー、戦場カメラマンでーす。どうも。あ、終わりです。これ終わりです。全員死にました。波相談来た。青汁さんとメルトンさんの唯一の顔ファンです。あた、青タムの顔は 100% 誰だよ。ああ、
青汁さんのこと青タムって言ってるの。ああ、はい、 100% 好きですが、メルトンさんが 45% くらい好きです。ところで明日入籍してくるんですが、結婚？入籍するようになって気をつけた方がいいこと教えてください。ちゃんとトイレ閉めてするかどうかとか、あと歯磨きした後ぐじゅぐじゅペやった時に空中でぐじゅペーしないかどうかじゃない。席入れる前に確認するの俺そこかな。あれ嫌なんだよね、あれピシャ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 ってなるの、クラスターすんの。あれちょっと勘弁してほしいわ。打点高めでぐじゅぐじゅペするやつ俺好きじゃないわ。打点低めでお願いします。まあ別にトイレ開けっぱでしても別にいいか、それ気になんねえわ。ぐじゅぐじゅペはちょっと掃除が大変だからな、非効率的だから、なんかそこはちょっと綺麗にしてほしい。おーい、あ、シゲマのメイン攻撃聞かれてます。ちょ、戦闘中なんで一発です。はい、ありがとうございました。はい、ていうかさ、昨日さ俺髪切りに行ったんだけどさ、めちゃくちゃ肌白いですねって言われて、白すぎて店入った時、あれ今日貧血かなって思いましたもんって言われて明るく話されたわ。そう、てかスタッフの間で、なんか新人が入ってくるらしいんだけど、その新人の人が、あの人もしかしたら貧血かもしれないですって言われて、いやあの人外出てないから言うらしい。言うらしい。そう、あの人今日外出てないから、そういつもそこ行ってるんだけど。そうで、なんか俺がめっちゃ肌白いねって言われたから、いや今日昼間俺ジオンのガキって言われたんですよって言ったら爆笑してたよ。誰がそんな失礼なこと言うんですかって言ったから、配信サイトで、そういうことをなんか顔出しながらいろいろなんかこうやってるんですけど、みんなに言われますよって言ったら、その人ツイッチっていうの知らなくて、ツイッチですか、ツイッターと何か関係があるみたいな感じでよく分かってなかったから紹介しといた。そう、ゲーム専用の配信サイトなんですけど、そこでいろいろふざけたりすると、そして呪文のガキとか飛んできますよって言っといたわ。でもね、思ったよ、やっぱ外出るたびに思うけど、ツイッチを知らない人もいてね、なんかあれだなと思った。俺らってまだ小さな世界の中で生きてるんだなって思った。まだまだコミュニティも発展した、おい話してんだよ、あ俺強っ。まだまだコミュニティも発展途上だなと思ったわ。初見です、家族で見てますだって。おちんちん、おっぱい。女性食卓冷やしてる、食卓冷やしてる。俺がお母さんがリモコン取ったの慌てとるでしょ、こうやって買いましょう。慌ててテーブルのなんか取っただろ、今操縦しただろ、今画面触ったの、こうやって。波相談来た、あコック川崎マイクロビギニさんありがとうございます、サブスク、ありがとう。なんかググったらとんでもないの出てきてびっくりしましたね。あああれはグッズ出したから怒られたのか、あそうなんだ、それはダメだわ。あじゃあコック川崎マイクロビキニ自体はいいんだ、それはねダメだわ。グッズ勝手に作ったってことね、グッズ出して販売したってことね、それはダメだわ。バスティオンは持ち前の火力で先回りしてぶち殺しに行く、これが一番。そしてリスしてくる穴をリスキルする。天才俺。オチンチンモード起動、はい帰ります。てか家族で見た人もう見れないね。ごめんね、その配慮すればよかった、ごめんなさい、すいません、大きい声でお昼時にすいませんでした。なみそうだ見るか、メルトン今日も愛してるよ。
先日初めて個別塾のバイト申し込んだんだけど、研修担当の人がちょっと不安、教育理念の暗唱させられたり、はい、小難しい言葉を使わせようとしたり、とにかく話が薄くて怖い。メルトも話の通じなそうな大人に会ったことがあるかな。あったらうまくいなす方法を教えてほしいよ。本物の教育か。どういうこと？教育理念の暗唱って。何を暗唱させられんの？はい、ファーストデスは許さない。はい、ファーストデスは許さない。ライフイーバーをピックしない。ライフイーバーをピックしない。そういう感じそんな感じか。あー、なるほどね。大事だと思います。大事だと思います。それでもライフイーバーピックするやついるんで、いや大事だと思います。ていうかあれなんじゃないの、そういうなんつうの、教育理念を暗唱させられたりとかっていうのは、多分その人もあまりその仕事の理解がないから、その多めに見てあげた方がいいかも。だから厳しいこともその人言うかもしれないし、いろいろ何かこうなんつったらいいのかな、まあ、理不尽なこと言われるだと思うけど、多分その人もどう仕事していいか分かってなくて、多分怯えてる状態だからなんか優しくなんかまあ見守ってあげたら、多分そういう感じだと思う。そんな仕事ができないんだと思う。多分真理ですね。俺うますぎる。そう、まあそうそう、簡単に言うとできるふりをしてる。まあそうしないと上司っていうか教える立場として成り立たないからな。後輩を育てるっていう、多分その形からでしか入れないぐらい浅いんだと思う。しょうがないね、よくあることだと思うわ。だから教えられる側も後輩側もそれを配慮してあげた方が優しい世界になるよ。そういう考慮、大人は考慮するんですわ。じゃあメルトンさんもおぼうちできるふりしてるんですか。違う、できるふりじゃない。はい、ファーストデスをしない。はい、皆さんどうぞ。はい、ファーストデスをしない。はい、ライフイーバーをピックしない。はい、皆さんとね一緒に、はい、ライフイーバーをピックしない。はい、ファーストデスしました。ほら復唱してもファーストデスだからねえ、なんでねえ、ちょっと待って、絵に描いたのにさ、なんかさ、何俺演者なの君たちは。ちゃんとファーストデスしたね。なんでシグマやってる間ずっとピョコピョコジャンプしてるんですか。いや多分あれだ、話会話したから、多分無意識にそのなんつうの手癖かも。話してる時ってなんかプレイさする時なんかこう作業したくなんない。バロのナイフ癖みたい。それとは違う。出た、バロのナイフ癖。うわそれ俺言われそう、バロやってたら。いやいや、もういな、またナイフ握っちゃったよいやナイフ癖言われそう、ピークした瞬間。俺がピークした、あごめんやられたって言ってナイフ癖、絶対言われそう。ナイフ握ってなくても言われそう、それうざそう。ピークするときナイフ持つなって言われたら俺ナイフ持ちまくるけどね。そしたらナイフ持ってジャンプしまくってなんかムカつかせるわ。逆に言われそう、俺がバロやったら。はい、パンチ取った。これあ返して。車に轢かれたんだけど。そんなことある、そんなことある。これこれ交通事故なんだけど。車道ここに来てようやく適正なお母さんコメが来た。車道に出たら危ないわよさあ、そうっすね、確かに本当に危ないね。あーうますぎて気持ち悪いわ。はい、マーシーピカピカでクサ、俺の勝ち。てか今日俺マジ強いわ今日。これぜっあーとちょっとじゃ、うん、ちょっともう
ちょっとじゃん。ここに間に俺が入るっていうね。おい、間に入れ。おい。どんどん下にあんねん、お前。お間に挟まると怒られた。トレーサーって28歳らしいですよ。俺と同い年やん。おっと。トレーサーにめっちゃいいえって言われるんだけど、ダメって言われる。うまい、うまい、これ、これ今日うまいわ、俺今日うまいわ。これね、回復パック取って全回復。はい、ちょっとお前歩くな。おい、何お前お絵描きしてんだよ。で、燃やしちゃったの手紙。せっかく書いたのに。何してんの。もしかして俺にラブレター書いてたけど、俺がファーストデスして燃やしちゃったのかな。いや、やっぱり愛せない。あれ、お、ダイヤ行ったかも。来ました、あれだ、スピージー卒業です。もう戻りません。ガチオスです。ダイヤはもうあれっすよ、タンクでダイヤは今シーズンダイヤ1がトップ外役だから、実質俺はトップ1000ぐらいです。勝手に習ったこのトップ1000、俺ダイヤだ、ダイヤモンドゲーマー様はトップ1000の俺に逆らわないでくださいね。多分ここにいる台湾の人は俺に逆らえませんよ。どうもダイヤモンドゲーマーのメルトンです。今回はプラチナの芸人さんたちに俺の立ち回りを教えたいと思います。え、上取るよ。え、ちょっと待って、人いすぎ。え、ダイヤのくせし、え、ちょっとみんな上来て。あ、まあでもペイロ、プラチナはこうやってすぐ上取ろうとするけど、ダイヤはペイロから先だから。エッチないたずらされてる。違うよ、違うよ、ダイヤだから生きてるような恋真似したらなんかいたずらされてる。なんでそのエッチな方向に行くんだよ。されてません。リモコンで何されてるの。いやいや、そんな、あ、そんなことだ、ないですよ。そんなね、いたずらされてるわけないじゃないですか。西原さんがリモコン握ってる。やばいだろ、やめろよ、汚すな。あー、でもないのか、夏休みだからか、そういうのかもな。今日もなんかあれだもん、外ピクミンみたいな声してる人が歩いてたもん。なんかもう後頭部の裏側から声出てんのかってぐらい高かった。こんにちは。7時ぐらいにさ、なんかちょっと外出たりしたんだけどさ、その時にさ、キッズたちがさ、なんかラジオ体操しに行ってたわ。公園にラジオ体操しに行く時に、なんかそのラジオ体操行くと、近所のラジオ体操ってお菓子もらえるんだよ。ラジオ体操行くとお菓子もらえるっていう喜びでウキウキしてこうやって、ね、ピョンピョン跳ねてたこうやって。キッズ可愛かったよ。ラジオ体操とか一回見たことない、マジで。俺夏よく行ってたけどな。でも近所の友達がみんな行ってたから俺も行ってたわ、会いに行ってたわ。え、その後朝飯食って遊びに行く流れ。え、それはちょっと、それはちょっとどうなの。
俺は子供の頃朝不審者が多いからダメよ。親に言われたよ俺。朝は不審者が多いからとりあえず家に帰ってきなさい。遊ぶなら午後1時から12時とか1時からよ。言われてたよ。令和のガキンチョそんな自立してんのか。え、そうじゃないの。みんなと朝飯食いに行ったりとかダメじゃね。え、わかんない。俺んところ治安がグラセフだったからな。そうだったのかもしれねえ。あ、なんかみんな死んでる。え、でも俺の近所のお母さんはみんな小学校の頃なんかみんなそんな感じだったよ。朝遊ばせるのは良くないっつって。ていうかさ、小学校の頃って勉強させられない。いや、わかんない。俺の家がそうだったのかもしれない。俺さ、12時まではゲームもしちゃいけないし遊びにも行けなかったんだよ。いやー、でもね、俺勉強ガチで嫌いだったからね。俺あれだよ、親がさ、ちょっと買い物行ってくるね、隣のコンビニ行ってくるねって言った瞬間にパソコンピッてつけてあの一瞬だけゲームやって、親が帰ってきた瞬間にいっつって強制終了してこうピッつってで、ペン持ってこうやってやってた高速でこうやってペン持って勉強してるふりしよう。やってたみんなやってた。やっぱやるんだ。俺だけじゃなかったんだ。やってたか。みんなやる？やるよね。バカだよなあれ本当に。でもね、親の目盗んでやるゲームがいっちゃん楽しいんだよね。なあ、次々と吹っ飛ばされてない？俺が吹っ飛ばしてやるぜ。茶化抜きいいじゃん。お前、あ、おい、お前なんだよ。お前連れがいなかったらキャラコンもできねえのかよ。お前エグすぎだろ。どんだけ一人頼って生きてんだよあいつ。エグすぎるだろ。ほんとマーシー、ほんとこれだからマーシーは。ちょっとこれちょろすぎるかと。てかファラすげえ暴れてたな。こんだけヒットスキャンって何度落とされんだ。シージ村の夏休み、海外に行きからのアプローチしかないよ。シージ村を掟破んなきゃみんないい人だから。掟を破ったらどうなるか分かるか。補強を間違えたらな、死体になっちゃうぞあの村はそうだよ。ちなみにシージ村は俺一回味方にめちゃくちゃ暴言吐かれたことあるんですけど、まあ吐かれて当然だなってみんな思うと思うんだけど、あのゲームっていっぱい小道具持ってんじゃん。なんかリアルにできてるから、その物をチェンジするとき鉄の音がするのよ、カンっつって。それをやって高速で盾と銃高速でチェンジしてガチャ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 って言って騒音を鳴らして敵を炙り出して殺すっていう裏技やってたら、おめえうるせえんだよおめえ、殺すぞって言われて殺されたことがある。まあなんでその音に敏感になるかって、あのゲームって音を聞くゲームなんだよ。ひたすらそう音を聞いて敵の位置を探すゲームだから、そう顔出すよ、お、あ、顔出すよりも音で判断して敵探した方が強いぐらいまであるから、音が大事なのに俺が、あ、そう俺は隣で騒音出してると怒られるんだよね。でも言うてそれも半年に1回とかあるかないかとかだからな。あのゲーム治安落ち着いてると思うわ。いや、今思えばバロとかオーバーウォッチに比べたら全然治安いい方だと思う。だってチャットファイトなんてあんま見ないしね。あ、俺が相手をしてやろうじゃないですか。はい、俺の勝ち。あ、いう話ピポパ、あ、話ピポパ、オッケー。これじゃもう DPS 神だわ。髪をロングのままかショートにするか迷ってます。メルトンさんはどっちが好きですか？どっちもチュキー。でも、いや、わかんねえ。いや、わかんない。俺の中で、身長が低いならショート似合う、可愛い、背が高いならロング似合う、それか
もう一つの判断として、年齢がまだめっちゃ若かったロング似合う。20です。うお、ロングで。うお、ロング。おやめろ、出会い中湧いてるぞ。髪切ってあげるから連絡先交換しましょう。ダメですよ、ちょっとムクムクしてますよ、コメント欄やめてね。めっちゃロアッシュ、あ、やってくれた。おい、死ぬ。じゃあね。はい、俺天才。もう俺敵打った方が早いんじゃないか、これヒールしなくていいわ。大丈夫、これファラ落とせる。多分俺の方が強い。はい、落とした。俺の方が強い。多分勝てるこれ。ちょっと待って、ドゥーム待って。それね、無理がある。おい、足も殺せる。はい、うまい。お、これ俺天才。この辺ソンブラ神だ。もう折ったわ、魂。もう敵の魂折ったわ。リスキル。お、リスキル。おらよ、死ね。リスキル、お、リスキルエグすぎるこれ。あ、さすがに無理か。あ、勝ったわ。オッケー。エコーバッ、あのガチビエ。オッケー、7000ダメージ。お、これ最強だ俺。ちょっと眠そう、眠か。私は春から社会人になりますが、初任給を何に使うか迷ってます。両親に美味しいご飯を食わせるのか、たまたま推しに貢ぐのか。メルトンさん、初任給何に使いましたか？初任給？俺初任給 YouTube の初任給19の頃、あの、え、すげえ、うまい棒3つ買えるやんって言ってた。なんと初任給30円です。そういうの言っていいよ別に。30円だし、もう昔の子たち別にいいだろ。それは全然いいだろ。詳細な数字は言ってないわけだし。俺の親だったら、私たちにじゃなくて自分に使いなさいって絶対言うと思うけどな。なんかね、俺の親よく言ってる、あの、私たちより、あの、あなたたちの方が長く生きて、どうせ私たちは死ぬんだみたいな。なんで先に死ぬやつに対してお金を、その、なんつうの、なんつうの、課金しなきゃいけないんだ的なこと言ってた。貢がなきゃいけないんだ、自分に使いなさいって言ってた。あの、そういうエモい系のこと知らないから。俺の母親エモくないから。そう、全くエモくない、1ミリもエモくないから。子供に、なんだっけ、怒られて喜ぶのは親のエゴでしかないみたいな。なんか言われたような気がする。なんか、あ、はいみたいな、あ、じゃあ、ほな、すいませんでしたみたいな、逆に怒られた気がする。俺、何怒ろうとしてんのみたいな感じで、逆に怒られた。でもまあ、自分のしたいことをするのがいいけどな。俺はそれでも怒りたくなったら怒らせろって言って、無理やり怒ったことならある。俺のしたいことをさせろって言って、お、無理やり奢ったことならある。でもそんなこと言ってる親だったけど、奢られて嬉しそうだったけどね。好きじゃんってなった。俺、なんだよ、好きじゃんってなった。そう、お前寝かせたな、お前そうやって俺に嫌がらせするんだな、分かったな、お前、お前そうやって俺に、お前嫌がらせするんだ、お前分かったな、おちんちんモードでお前殺してるからな、お前。あれ、あんなどこ、あ、あれ、ちょ、いないです。あ、死んじゃった。仕事終わり、ナイトプール、ケンキと行ってらっしゃい。え、なに、ケンキナイトプール行ってくんの？ケンキナイトプール行くんだ。俺行かんよ、そんな。ナイトプールか。
でもさ、俺泳げない、あ、泳げないからちょうどいいのか。そう、俺陸地ではすごい動けるけど、俺プール無理なんだよね。懐かしい、俺プールさ、25メートル泳ぎ切ったらサルゲッチュ買ってあげるって言われて、すげえ頑張ろうと思ったんだけど、泳ぐの苦手で俺、あの全然25メートル泳ぎ切れなくて、そう夏が終わって25メートル泳ぎ切れなくて泣いたことがある。25メートル泳ぎ切れない、もうサルゲッチュなんて二度とできないって泣いたことがある。サルゲッチュっていうゲームソフトがあって、そう、そのゲームソフトを買ってもらうために25メートル泳ぎ切ったら、じゃあ買ってあげるって言われたんだけど、泳ぎ切れなくてガンジャン泣きしたことある。でもさ、あれなんだよね、そう、それでギャン泣きしたんだけど、俺の親さすがに2ヶ月あれば泳ぎ切るだろうと思って、あの先に買ってたんだよね、もう先に買ってて、タンス開けた、あのゲームの何だっけ、棚開けたら、あれ入ってんだけどってなって親に言ったんだよね。そう、親にえなんか買ってあんだけどって言ったら、あの隠された。また、そしたらまた次の試練を与えられて、なんかあのこうやってやられた、全然のあるのに届かないみたいになった。そう、隠された。そうで、なんか次の試練は緩和が来て、そう、緩和が来てクリアした。高難易度の緩和みたいだったわ。俺の人生の霊式そこだったわ、初めての霊式。サルゲッチュの話、大学生なわけないだろ。なわけない、小学生の話じゃん。小学校低学年だよ。不審者扱いじゃん俺。急に怖い話になる。おい、ふざけんなよ。俺の思い出急に不審者の話じゃん。怖いわ。はい、終わりです。はい、お疲れでした。はい、解散解散、帰るよ。オーバーウォッチ新キャラクターハーマンミラー、ハーマンミラーに乗って、シフトでハーマンミラーに乗って回転したり空を飛ぶことができる。あ、いて、お、マイク消し折ったのでやめます。お疲れ様でした。最後です。ちょっと直します。直してきます。